はい、皆さんこんにちは。クレイジーチャンネルです。で、今日なんですけど、まあ普通の動画と別にちょっとね、妨害っていう形で撮影しようと思いました。っていうのも、最近ちょっとね、東京の方のコロナがめちゃくちゃ広がってるっていうのがニュースとか、あと、まあ日本のね、家族とか友人から聞いてて、で、ちょっと僕の方のニュースでも結構割とあんま良くない状況で、なんかまあいろいろ重くなったんで、ちょっと撮ってみようと思いました。で、この時点、今日8月6日かな。で、東京がもう連続で5000人とか、もう1日あたり感染者出ちゃってて、で、神奈川でも2000人とか出てるんですよね。で、まあ結構めちゃくちゃやばい状況っていうか、まあこれって、まあこの調子で普通に1万人行くのっていうのは時間の問題かなっていう思うんですけど、で、やっぱりまあ自分の知り合いの話とか、コロナになった話聞くと、もう病院がね、全然相手してくれない。だからちょっとどうしようもない。自分で何とかするしかないっていう、結構ね、政府が全然何も助けてくれないっていう話を聞いてて、ちょっと良くないなと思ってて、で、まあね、ちょっとこれからいろいろどうなるかとか、まあね、そういうところを話していきたいと思ってますね。で、まずね、法整備されて、これからロックダウン、まあ、中国みたいな強力なロックダウンをするんじゃないかっていう話あるんですけど、まあ、これについてはね、やっぱり多分、まあ実際できないと思ってるんで、できないっていう前提でいろいろ話をしたいなと思ってますね。で、まあ、今後多分、まあ、この流れだと、他の地域、まあ、東京以外とか、神奈川とかも、まあ、5000とかね、6000とか1万人っていずれ行くと思うんですよね。で、まあ、今後ちょっと病院とか全然、まあ、機能しなくなるってもう、明らかにもう見えてきちゃってるんで、まあ、今後ちょっとワクチンとか打ってない人いたら、まあ、ね、ちょっと打てる状態まで、順番待ちで大変みたいなんですけど、まあ、なんとかちょっとね、安全にね、避けてもらって、で、まあ、仕事もそうなんですけど、やっぱり命って一番大事なんで、命優先でいろいろ行動した方がいいんじゃないかなと思ってますね。まあ、ワクチン打ったらまだマシかなっていう感じなんですけど、結構ね、新しいコロナのデルタ型とか他にもいろいろ出てるんで、まあ、ちょっと最悪の状況としてはまた別の強力なコロナが出てくるっていう可能性結構あるじゃないかなっていう感じですね。で、まあ、いくつかのシナリオって絶対想定しなきゃいけないと思ってて、で、まあまあ、初めに話したように、まあ、中国みたいな強力なロックダウン、誰ってもう全員家から出れなくて、それが3週間とかっていう感じのやつなんですけど、まあ、実際ちょっと日本でやるのは現実的、まあ、じゃないし、まあ、仮にね、もし本当になるんだったら、まあ、その準備として、食料とかはためた方がいいと思うんですけど、局地的なロックダウン、普通に県の外は行けなくなるとか、そういうのは結構あると思うんで、個人的なアドバイスとしては、今のうちに病院の収容人数余裕がある県ってバラバラだと思うんで、そういうところに、まあ、家があったりとか、知り合いとか何でもいいんですけど、早めに移動した方が、コロナになってもちょっとまだマシかなっていう感じしますよね。まあ、このままどんどん増え続けたら絶対1回はコロナになるのはしょうがないかなっていう感じなんで、結局コロナになった時の対策っていうのを事前にやった方がいいなと思ってますね。で、まあ、僕の予想、結局集団免疫とか言われてるんですけど、まあ、全員がワクチン打つっていうのは強制もできないんで、結局この状況ってまあだらだら続くかなっていうのはまあ今後の予想ですよね。で、大体まあ最低3年とか、まあ、これ去年とかコロナ流行った時も言ったんですけど、結局なんかまあだらだらなんか軽いロックダウンを繰り返してっていうシナリオ通りなんで、まあちょっとあと3年ぐらい同じ状況として先読みして、まあ、徐々に広がっていくっていうのを予想して動いていった方がいいんじゃないかなと思いますよね。そう、だからまあ一番手堅い予想としては、今後ね、5年ぐらいかな、もしかしたらそうかもしれないですけど、まあ永遠にこの状況はちょっと続くのかなっていう、それは避けられないと思いますね。まあ、あとまあワクチンっていうのもね、結局ワクチンっていうのは別のタイプのコロナがどんどん出てきてるんで、最悪の場合はちょっともっと強力なやつが出てくるんで、そこら辺に対してどこまでまあね、感染してないかっていうのが鍵かなと思ってますね。僕だったら田舎に行って人が少ないところとかで生活するとは思うんですけど、まあね、もちろん全員がそれできるわけじゃないんで、結構大変だなっていう感じですね。ちょっとね、本当はね、ロックダウンが一番いいんでしょうけど、結局なんか形だけ、まあ、法整備されてもまた効力の薄い形だけのロックダウンを行うって言ったら日本っぽいなっていう感じなんで、まあだからコロナってやっぱりゼロにしなきゃ意味がないんで、そのゼロにできるような感じ
のことをできないんだったら、そのロックダウンするしない方がいいと思ってるんですよね。結局だからどんどん感染者増えるから、それに対応するためになんかね、日本とかね、もっといろいろ稼働できるようにすればいいと思うんですけど、まあ難しいですよ、本当に。って感じで、まあちょっとね、日本の友人と家族がね、すごい心配なんで、撮ってました。で、まあ、やっぱりそれで今後数年単位で、コロナが流行るのかどうすればいいのかっていうことを念頭に動いたらいいのかなって思いましたね。はい。